これからラジオです。コロナウイルスの感染拡大防止ということで、今日のラジオは電話での出演となりました。電話で出るの久しぶりなんで、ちょっと逆にドキドキします。楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。昨日、一昨日と打ち、もしもし、おはようございます。はい、スケラジオです。どうも、今日はよろしくお願いいたします。このままつなげていても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。声大丈夫ですか？聞こえますか？あ、はい、聞こえます。大丈夫です。はい、すいません、少々お待ちください。はい、わかりました。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しております。覚えてくださってます？ご無沙汰してます。カルベさん、はい、覚えてくださってますか？もちろんです。私多分米沢さんのラジオに出させていただいたのが初めてのラジオ出演だったんじゃないかと思ってるんです。いや、もうかれこれ20年ぐらい。いや、もう本当に20年です。ご無沙汰してます。いや、もう日産ウィークエンド10キロ。そうなんです。はい、私と本田由美さんと、で、私もね、あの番組を担当し始めたばっかり。ああ、そうだったんですか。そうそう、だからね、入社3年目ぐらいの若造で、もう右も左もわからないよ。そうだったんですね。カルベさんのとこ行って、もう、はい、出現とかしなかったかなとか、もう今から思っても恥ずかしい。いや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 、もうこちらこそ本当にもう、初めてのラジオ出演ですごく緊張したのだけは覚えてます。はい、その頃から、はい、カルベさんはずっとご自身でオカリナを作って演奏もされ
そう、もうあんまりね、ちょっと最近言うの恥ずかしいんですけど、はい、20年過ぎました。はい、いやでも一途にね続けていらっしゃるその活動というのは非常に素晴らしいですよ。ありがとうございます。なんかもう毎日一生懸命というか、もう夢中でやってたら気がついたら20年過ぎてたっていう状態なんですけど、ありがとうございます。いやもう各地で演奏会も開いて、はい、ああそうなんです、はい、そういった皆さんにオカリナの音色を聞いてもらうことで、やっぱ少しでも地域貢献といいますか。そうですね、はい、まあ、あのオカリーナの場合もちろんあのコンサートもさせてはいただくんですけれども、ちょっとあの他の楽器と違うのが、はい、あの演奏する方がすごく多いんですよ。なのであの、はい、聞くだけではなくてご自分でも演奏を楽しまれて、うん、そして、まあ、そういうあの西日本豪雨の時だったり、まあ、いろんな災害が起きたりとかした時に聞くだけではなくて自分で演奏するということで、あの自分が癒されるみたいなところはあるのかなと思います。あ、なるほど。実際に、はい、災害で例えば水に浸かったオカリナですとか、はい、そうなんです。あのグループレッスンでだいたいオカリーナの教室させていただいているので、同じグループの方があのマビで完全にお家が水没してしまって被災されて、でそれをもうその次の日ぐらいに仲間の方があのお家のお片付けに行かれて、その時にドロドロになったオカリーナを発見して、であの楽譜とかはもう紙ですから全部使えなくなってしまったので、グループの皆さんで新しいものをプレゼントしたりしたんですけれども、オカリーナ自体は焼き物ですから、あの綺麗にしたら使えるんじゃないかなと思って丁寧に掃除をしました。はい、そうなんですよ。私もちょっと泥の匂いとか気になったんですけど、音は出るようになって匂いもきれいに取れて、今またそれを使ってあのその被災された生徒さんも教室に復帰されて、はい、演奏されてますよ。カルベさんは、はい、あの元々はね、どうしてご自身でオカリナを作って演奏しようというふうに思われたんでしょうか。ですね、まあ、あの音楽大学を卒業する頃になって進路のことを考えた時にですね、あのそれまで物を作るっていうことにすごく憧れがあったんですけども、あの、まあ、音楽をやろうって思った時に一回それは諦めたというか、どっちもは無理だなと思って諦めていたんですけど、就職考えた時にやっぱり何かこう手で物を作りたいなっていう思いが湧き上がってきて、であの教授にお願いして、私はフルートが専攻だったんですけれども、はい、あのフルートの工場を埼玉まで見学に行かせてもらったんです。はい、はい、で、見学にワクワクしながら行ったんですけれども、まあ、あの誰でも普通行く前に気づくと思うんですけどフルートってあの金属じゃないですか、はい、なのであの手で何か作るとか、まあ、もちろんそういう部分もあの手作業の部分ももちろん多くあるんですけれども、まあ、金属プレスしたりとか、そういうこうなかなか集中力を要するような工場だったので、私多分ぼんやりしてるから迷惑かけるだろうなと思って、それで帰ってきて自分でインターネットで何か手作りできる楽器がないかなと思って探したのがオカリーナだったんです。なるほど、さすがにフルートは作れんわと。そうですね、正直、はい、あのもうちょっと器用だったらチャンスあったかもしれないんですけど、なんか多分迷惑かけるなっていうビジョンがちょっと浮かんだので、はい、そうですね、それがなんかあのビギナーズラックっていうんですか、あの1個目から結構音が出るのができちゃったんですよ、そう、それで勘違いしちゃって、今思ったらなんかすごい何の計算もなくて、なんかもうよくやったなと思って呆れるんですけど、はい、まあ、その勘違いのおかげで未だに作り続けてます。そうなんです。できなかったりで、はい、なかなかやっぱりほら表現される皆さんにとってはその機会がない
そうですね、でも、うん、うん、YouTube？ はい、なんかちょっとね、世代的にその YouTuber になったんですねって言われる、言っていただくとちょっとこうざわつくものがなくはないんですけれども、はい、目的が、やはり皆さん生徒さん向けというのが一番なんですけど、うん、今はそうやって感染拡大防止ということでお家にいようということで集まることができないので、なんとか工夫して家にいる時間を少しでも楽しいものにしていただけないかなと思って作りました。そうですね、 YouTube でまた今ちょっとうっすら実は、はい、この音声、ね、そうなんですけど、ご自宅でお借りの仕方もそう、バーチャルレッスンというか、特に入門の部分ですね、オカリーナを始めてすぐ受けるにレッスンというのはレッスン続けていくと意外と、もう2回目受けるっていうことがチャンスがなかったりするんですね。なのであえてベテランになってきた生徒さん方にももう一度見てもいただきたいし、もちろん今お家で何をやろうかなと思って過ごしていらっしゃる方にも、だんだん YouTube って楽しい動画たくさんあるんですけど、私もよく見るんですけど、見るだけっていうのは飽きていきますよね。なのでまあ次の段階として自分がする方っていう風になった時に、やっぱその自分が何かするってなった時に学びっていうのは結構キーワードだと思うんですよ。うん、昨日よりちょっとできるようになった、1週間より前よりもちょっとできるようになった、そういうのって本当に単純に楽しいので、そういう意味ではオカリーナはすごく始めやすい、うん、敷居の低い楽器だと思ってるので、そういった方にも見ていただけたらと思って作りました。今からでも始めたいと思われた方、オカリーナは、はい、楽器屋さん、大きな楽器屋さんに行くと大抵売っていますね。はい、私のところでも販売はさせていただいているんですけれども、はい、手作業で一つ一つ作っているので少しお待たせさせてしまうかもしれないです。しかしカルベさんが作った、はい、オカリナで演奏ということも、はい、可能です。はい、そうですね、ホームページなどでそのあたりは、はい、私の名前で検索していただけたら私の公式ページに飛べます。でそのトップページから商品の購入、オカリーナの購入というところに行っていただけたら、入門のテキストとかオカリーナの販売とかもしてますので、もしご興味あったらどうぞ。はい、カルベリツコさん、はい、そうです、そうです、新一さんのカルベと一緒です。はい、いやいや、最後にね、もう一曲皆さんにはね、はい、曲を聴いていただいてちょっとほっこりしていただこうと思ってるんですが、はい、どうぞカルベさんの方からね、ラジオ聴きの皆さんにこんな時期だからこそっていうメッセージがありましたら、呼びかけていただけますか。そうですね、インターネットはすごく便利で楽しいんですけれども、やっぱり音楽というのはそれでは完結しないなというふうにも感じています。まあ、インターネットのいいところも利用しながら、リアルであってでしかできないコミュニケーションだったり感動とか学びっていうものを仲間と共有するっていうことを、またこの、コロナが収まった頃に一緒にできたらなと思ってます。皆さんどうぞお元気でお過ごしください。はい、またぜひこのスタジオにも演奏に来てください、はい、ね、よろしくお願いします。ね、楽しめる日を楽しみにしています。はい、それまで頑張りたいですね。はい、頑張りましょう。はい、カルベリツコさんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、では曲は春祭りです。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼いたします。はい、ということで電話出演の方を終わりました。
打ち合わせではここでオカリーナを吹いてくださいと言われる予定だったんですけれども、言われないなと思いながら終わりました。どうもお聞きくださった皆様ありがとうございました。